します。お願いします。あったかいだろ。あったかいですね。あったかい。下のボール打てねえだよ。あ、だしょうがないから、しょうがないから体をしてる。バックスイング出てる。そうだ。ここまで上げなきゃ。なんで勝負に勝てねえよ。調子乗ってるんだよな。こっちになってるんだ、こっちになってる。寝ちゃってる。
形を作りきらなくなるから、ここが悪いか、どこが悪いか、これなのかな、こういうのを出てきてあったら、単純に左肩がちょっと高い、それは当然、左肩だとこうやって、こう、こうやって、だからこうやって、ここに収めてしまって、右の肩が硬いわ、だから、いい球と悪い球が大きいよ。これで、あの、正午みたいに今の時期であれだけ上がってたら、夏緩んで。夏も上がっちゃうんだって。夏緩んだよ。正午と手を練習するんだったら、どこも上がってくる。やっても実際できてるのはこれぐらいしか変わらないから、ね、今これぐらい変えてると思うけど、はい、これぐらいしか変わらない、はい、これがこういうふうにしているんだよね、はい、この姿勢は本当によく車あれ今だけ早瀬さん車行ってんじゃないですか。いやいや今入らない、はい、あの先のビニールの袋の中に入ってるビニールの袋全部そこに捨ててねえか。そこあったあった。練習場も徹底的にするのよ。はい。コース行ってどう？ほら寝てる寝てる。右の脇は開けなきゃ。右の脇は開けなきゃ。開けなきゃ戻らない。自分で上がったなというところで止めとく。みんな上がってなってると、かかってやるようになってるよね。はい。そうなんだ。パンかけて直さないで。上がったと思ったら打ってみんや、はい、ダウンスイングはどうしよう、あの右の力が加わってくるわ、これからそして手だけで振る上げ、はい、打ってる上がったと思ったら手だけで振る、そう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 、今上がった。珍しく、はい、形より形を頑張って動けば上げてみたら倍ぐらい上がるから。打ちやすいよ。打ってる時は必ず手で打ってる。こうやって打ってきたら、このこう上がったままカンッと体の中で。演奏してるだろ、こを見たら、はい、お前だけ違うってないといけねえんだよ。おー、かっこいいですね、青いバッグやっぱ、うん、いいなぁ、はい、じゃあ、新しい一品おー
やつが言ってたの。あ、はい。このニューボード。ニューボードだっていきなり、あの、あれなんでしょう、二人が。僕は3度打ったらやばいです。チームジェットのチーフコーチです。お願いします。動画で出ますんでよろしくお願いします。撮ってます。こんなにあの絵になる絵はないです。ドライバーのコースだといいんですよね。練習場だとね、ちょっと今のでちょっと右滑る。構えたんですよ。だった時にこれぐらいで。辛いのか、オーバースイングを小さくするの治らないのかな。なかなかこいつすぐ治るわ。本当ですか。あ、いや逆だけど、ね。あ、逆。うん。すぐ治るわ。確かに治るんですよ。そうそう。タイミング取れないってみんな言いますよね。オーバースイングって。曲がったと思ったら打てるもんだ。はい。また寄ってきたらもう負けやろ。また戻る。体揺すると結局揺するためのバックスイングなんですよ。ここにあれば腕が振りやすいから、これを踏めねえからこっちにやってくるとまた手が通るとこがないから体がこう突っ込んでくる。だからずっとそれがもうラップの方にラップの方に勝負の7番アイアンより俺のこの23番がまっすぐ行く。無敵の23番。この前23番